はい、皆さんこんにちは、ワナレン・ルイシです。では今回は帝徳の決断という日本軍プレーの続きをやっていきたいと思います。でここまでにですね、ミドウェー島の攻防戦、ここで空母ワスプ、ヨークタウンを撃沈してミドウェー島を確保しています。でさらにですね、ラバウルの方に奇襲攻撃をかけてきたエンタープライズホネット、これも撃沈して、ラバウルの防衛戦も現状では有利に進めています。まあ、これらの状況を鑑みてですね、おそらくアメリカ軍は今動ける正規空母がないというふうに判断できるので、ハワイ攻略作戦を発動していきたいと思います。レキシントンもこのゲームのシナリオ開始以前におそらく撃沈されてるんじゃないかなと思うので、この好機を逃さずですね、アメリカ軍太平洋艦隊、その根拠地ハワイを攻略していくという算段です。では作戦をですね、簡単にご説明させていただきたいというふうに思います。まず投入する艦隊、その予定なんですけども、まず第3艦隊、第5艦隊、これ空母入っている艦隊ですが、まあ、第3艦隊はね、空母砲掌のみで、まあおまけ程度の戦力なので、第5艦隊、ここに飛龍総龍、山口多門さんの飛龍総龍を主力として使っていきます。ただ物資が 68% になってしまっているので、この後一度ですね、ミッドウェイ島に入れて補給を行います。その後ハワイに向けて出撃で、第2艦隊はですね、まあ、戦艦が4入っているので、火力、特に艦砲射撃で敵基地ハワイ攻撃を担ってもらおうという算段です。でさらに圧倒攻略者部隊、第13、第14艦隊ですね、これも今ミッドウェー方面に移動中なので、この第13、第14艦隊も投入していきます。でさらに赤城を失った南雲さんの艦隊なんですが、香川ですね、第16艦隊の方に転出させて、代わりに南雲さんのところには飛龍、総龍、その後に建造された最新の空母、艦載機数84を誇る昇格追格、すでに航空機は配備済みです。この第4艦隊を投入していきます。で第4艦隊にはですね、護衛として第6艦隊をつけていきます。続いて第16艦隊、これ香川を転出させた艦隊なんですけども、これはですね、この後シンガポールに入ってもらって、シンガポールで、まあ、防衛戦をね、行ってもらおうと思っています。でさらになんですが、今トラックに入っているのが第1艦隊、これヤマトですね。実はヤマトは中破してしまっているので、まあ、修理する必要があるんですけども、応急修理、完全修理、どっちも日数変わらなかったので、ここは完全修理、27日、1ヶ月間で、ね、戦線離脱という形です。駆逐艦朝霧もね、同時に修理しましょう。ただ駆逐艦はたった3日で終わります。な、1ヶ月後ですね。で第9艦隊の方は陸戦隊を積んだので、この後ミッドウェー方面に移動してハワイ攻略作戦に参加してもらいます。これでね、戦力の充実を図りハワイ攻略を行っていきます。ヤマトがね、動けないのは痛いんですが、まあ、下手にヤマト無理させて撃沈されるぐらいだったら、でここは他の艦隊に任せようという判断ですね。では時間を進めていきます。では戦闘命令フェーズに入ります。まあ、ラバウル、この辺り展開していたエンタープライズとホーネットは撃沈してますが、第1艦隊残存兵力残ってますし、かつ第2艦隊もね、どっかに展開してると思うので、まずは索敵をね、しっかり行っていきたいと思います。まあ、索敵して発見できないことも多々あり、敵にね、いきなり奇襲攻撃を食らうというケースも何度もありましたからね。ここは第1艦隊を先に壊滅させましょう。敵の第1、第2艦隊が出てますが、ここは両方の艦隊を潰す。ただ優先順位は第1艦隊という位置づけです。
航空隊、空撃、ここも第一艦隊を先に壊滅させる、前期発進です。で、ミッドウェー島方面ですね、まあ、敵の艦隊はいない想定ですが、一応ね、索敵を行っておきましょう。暴風か、第三艦隊から索敵しましょう。が、ここも暴風、索敵ができない不安があるな。少し上枠がね、陥落しないようにだけは気をつけたいんですよね。ポートモレスビーからアメリカ軍の陸軍が、というか、まあ、陸上部隊が迫ってきているので、それをしっかり防衛してくれればいいなと思うんですけどね。今上枠もラバウルも航空隊は爆装、まあ、つまり爆弾を積んでるんで、艦隊攻撃が少し効率が悪くなってるのかなっていう感じはしますけど、これ魚雷に変えておきますか。基地攻撃、ポートモレスビーの基地攻撃をする前にまた爆装に変えるっていう、まあ、手間を惜しまずですね、魚雷に換装して一挙に壊滅させに行きましょう。次のフェーズで乾燥させちゃいます。これで事実上第一艦隊を壊滅させましたね。輸送船8隻か、これは沈めておきたいな。でもラバウルに攻撃部隊、これね、第15艦隊がいるんですよ。第15艦隊、井上さんの艦隊が無事でいてくれたらいいんだけどな。中波、これは第二艦隊ですね。味方は、うわ、沈まれたものはないけど中大破してるものがこんなにある。まあ、外に出した方が良かったかもしれないな。港に入れたままであるよりね。ここは判断ミスだな。まあ、一つ一つ戦訓としていきましょう。皆さんもね、お気づきの点があれば、バシバシ、ツイッターなり、動画のコメント、なんで、アドバイスとか、ご指摘とか、頂戴できればと思いますんで、戦訓をね、いろいろと、積み重ねて経験値としましょう。では、今話をした、ラバウルの航空隊、これの感想を先にします。攻撃機は爆装から雷装へ。これ見るとでもあれだね、ラバウルは冷戦21型以外は全部一式の陸攻入れてんだな。なので忘れずに基地攻撃するときには雷装から爆装に戻さないとひどいことになりますね。まあ、直縁を上げる必要ないですね、敵は。航空機を持っていないようなので。同じく上枠の方も、これ、爆装から雷装に変えましょう。第二艦隊を一撃で壊滅させるため。では続いて艦隊の移動命令確認しておきます。まず、第10、第16。16には加賀が入ってます。これはシンガポールに向けて航行中。で、第4艦隊、昇格、随格。それに随伴する第6艦隊は、今、ミッドウェー方面に進出中ですね。これはミッドウェー島付近に展開している艦隊と合流して、ハワイ攻略戦に当たってもらいます。で、第13、第14艦隊ですね。これ、厚島を攻略した部隊ですが、この部隊もミッドウェー島付近に今移動中です。これもハワイ攻略戦に使っていく貴重な戦力という位置づけですね。で、今はまだ動けない？ちょっと確認しますね。
方向。ミドウェー島に入れるかどうか。そうか、今ミドウェー島に3個艦隊入ってしまっていますよね。なんで、どちらにしても入れないですね。じゃあ補給を先に済ませておきましょう。で、この後ですね、まあ、陸戦隊を、まあ、2個、本当はね、3個、4個と、大きな数の陸戦隊用意したいんですけど、まずはこの第8艦隊に入っている、この第17陸戦隊、これをハワイ、攻略に使ってきます。あ、出れそうだな。出れるのであれば出ちゃおう。先に、出れる艦隊から出て、代わりにミッドウェイ島に入らせて補給しましょう。2個のね、陸戦隊を今回は使っていこうかなと思ってます。2陸戦隊でハワイを攻略していくと。そうだね。まだ出港、指示は出したものの出港しきってないので、ミッドウェイ島の湾口施設が埋まってるので入れないですね。で、もう一つ使う陸戦隊が、トラックから出す、艦隊。この第9艦隊ですね。ここにいる陸戦隊を使います。さらに、陸軍の第12師団が乗船許可を求めている。ウェルカムだ。ハワイ攻略戦に参加してもらおう。これで第9艦隊に陸軍の第12師団と海軍の陸戦隊、第18陸戦隊ですね。これが乗っている状態です。これをミドウェー島付近に展開し、主力艦隊と合流後、ハワイ攻略戦に参加してもらいます。井上さんの艦隊大ダメージ受けてるので、井上さんのこの艦隊はトラックで修復の必要がありますね。では時間を進めます。ではミドウェー付近ですね、一応索敵を行っておきます。敵艦隊いないよねっていう確認ですね。まあ、何度索敵しても発見できないときは発見できないので、まあそういう意味で言うと気休め程度なのかもしれませんが、やらないよりはもちろんやった方がいい。さて、敵艦隊はいないと。まあさすがにね、ミッドウェー島に連続で艦隊を送れるほどアメリカ軍の戦力を持っていないでしょうという判断ですね。ではラバウルの方ですが、敵の第2艦隊、これを壊滅させておきたいと思います。第1艦隊はもう虫の息なので、もう一つ残っているであろう第2艦隊、索敵から行います。発見したね。では早速空撃を行いましょう。すべて雷槽、つまり魚雷に換装してます。で、上枠の方からも魚雷に換装した攻撃隊発艦していきましょう。一応一回だけ索敵を行い、いないのを確認したら、第二艦隊を狙う。これで OK ですね。第二艦隊、第一艦隊と、両艦隊を壊滅させておきたい。これでハワイの方が手薄になってればね、攻略の可能性が高まりますからね。上枠の基地航空隊による攻撃。従順、ノーザンプトン型一隻撃沈。さらにアストリア型中破させてます。続いてラバウルの航空隊の攻撃ですね。ここでさらに従順2隻追加で撃沈。井上さんの艦隊が怖いな、こうなるとな。まあ敵はまだ従順一隻残ってるってことですからね。敵の第一艦隊、こ
これ駆逐艦ですね。まあ、2つ陸戦隊がいるので、この陸戦隊で十分に守ってくれるかな。第21師団、これは陸軍ですね。アメリカ軍第12海兵隊、これはアメリカ軍の海軍に相当する部隊です。マダンで戦闘、いや上枠が陥落する可能性あるよね。陸路で海軍は頑張ってますけど、陸路でやられるなんてことになるとちょっと防ぎようがないので、かつミッドウェーとハワイっていう新たなね拠点確保及び拠点攻略のために海軍の陸戦隊を割いている状態なんで、防衛戦力がそんなに用意できないっていうのもありますけどね。もうマダンにまで迫ってきてるわけでしょ、アメリカ軍は。上枠の方の陸上部隊は海軍の第8陸戦隊、あとは陸軍の第20師団、ただここは兵力が32まで落ちてくな。なかなか厳しそうだな。陸軍の第21師団、兵力98が粘ってくれればっていうところかな。では移動命令ですね。陸戦隊を積んだ第9艦隊は移動中。で、第12艦隊も、これは今、日本に戻して第7艦隊と合流予定ですね。第7艦隊もね、ミッドウェイ島攻防戦で艦隊戦力大きく消耗しているので、まあ、一つでも艦隊と呼べる状況ではないので、第12艦隊とガッチャンコする予定です。では、アモンさんの艦隊をミッドウェイに入れます。ここで補給を行って出撃ですね。第3艦隊、北条。これは、物資 93% あればこのまま現状待機かな。で、ミッドウェイ島の方は、第2艦隊。これ補給完了しているので、出港していきます。第2艦隊はね、ヤマト、参加できない以上は貴重な戦艦戦力になってるので、この戦艦の船体をねうまくハワイ攻撃に使っていきましょう。で第4第6、主力部隊になってもらいますからね、急いで全速前進、ミッドウェイ島までまずは移動してもらいます。第6艦隊も同じです。昇格随格の護衛含め随伴してもらう。ではこれで時間を進めていきましょう。はい、いくつか新しい状況に変わっています。まずアメリカ軍の第13艦隊、これがラバウルの方に向かってきてます。いや、アメリカ軍はラバウル攻略、ウェワク攻略、本気だな。ここまできっちり狙ってくるとは思わなかったな。では、ラバウルの航空隊、索敵を入れて、その後、アメリカ軍の新しく出現した第13艦隊、これの攻撃に向かってもらいましょうというところで、新たに敵艦隊発見か、確認します。大丈夫だね。敵の第13艦隊、これを破壊しておきましょう。前期出撃です。ここも空母はいなかったのでね。アメリカ軍の第13艦隊に出撃してもらいます。いや、井上さんの艦隊がラバウルで、缶詰になってしまっているのがもったいないな。上枠の航空隊は敵の第2艦隊を攻撃します。これで第2艦隊も壊滅させることができればいいかな。で、潜水艦せっかく近くに展開しているので攻撃をしてもらいましょう。はい、こんなところですかね。で、あとはハワイの近くに展開先行させている潜水艦が一隻補給が切れそうというニュース入っていたので、一度
戻します。ではこれで時間を進めていきましょう。まずはウェワークの航空隊、アメリカ軍の第二艦隊ですね。これを削っておきたいな。攻撃機の数がだいぶ減ってるので、落ち着いたタイミングで補給を一回しておきたいな。で、続いてラバウルの航空隊が新しく出現したアメリカ軍の第13艦隊。これを空撃していきます。攻撃機の損失14。軽巡1隻、駆逐艦2隻を撃沈。圧倒に敵艦隊接近。マジか。これは全く予想してなかったな。14艦5、駆逐艦3。アメリカ軍の第10艦隊。これは圧倒攻略者第13、第14艦隊を戻す必要がありそうだな。となるとハワイに投入できる戦力がまた減っちゃいますね。ここは潜水艦が地味にアメリカ軍の第13艦隊に水雷戦を挑むというところですね。勝破してるし。で、これはアメリカ軍の第12海兵隊がウェワークを狙っているという戦いですね。待ってくれ、これ日本軍の陸軍損害13、アメリカ軍の海兵隊にはダメージを与えられてないじゃないか。いや、なかなか苦しい戦いだな。ハワイを一刻も早く攻略してハワイを防衛拠点に他の地域の防衛戦を展開していかないと、今はまだミッドウェーを攻略した勢いあるように見えますけど、少しずつ戦局が悪い方向に来てますね。これはイギリス軍の第17艦隊ですね。戦艦5入ってます。この辺りにはシンガポールに向けて今、空母カが差し向けてますけど、まだ到着していないので、海軍のね、展開兵力はない地域になってます。傷ついた井上さんの艦隊をな、今こっから出すわけにいかないので、やっぱりここはこのままだな。んで、勝破してしまった、この潜水艦は、トラックに入れて修復しましょう。でだ、問題なのが、第9艦隊は今、ミッドウェー沖に移動中、このまま、進路そのままですね。で、ミッドウェー島の方は、艦隊を補給しておきます。物資の補給 100%。 これで出撃体制が整いました。で、心配なのが圧倒方面ですね。まあ放っておくというわけにもいかないので、圧倒に戻しましょう。委任を一旦解除して航行していきます。ちょっとここからはね、索敵しながら手探りで進んでいくことになるので、行動力1は残しておきましょう。1で大丈夫か ?1 だと索敵して終わりじゃないか。2残しとかないとね。まあちょっともう今更ですけど。第13艦隊も戻します。なので、この第13、第14艦隊がハワイ攻略作戦から離脱ということになってしまいます。で、第4、第6は移動中ですね。はい。では、時間を進めます。さあ、戦闘命令フェーズですね。アメリカ軍の今度第12艦隊が現れてるな。13艦隊はさっきね、攻撃を与えましたけど、今度は12艦隊。いや、本当にアメリカ軍がラバウルを
ガチで取りに来てるな。幸いラバウルの航空戦力、まあ、消耗してはいますけど、まだ艦隊を迎え撃つだけの戦力を持ってるので、このラバウルの航空隊で迎え撃っていきましょう。空撃を加えます。新たに出現した第12艦隊に対し空撃、まあ、ただその前に13艦隊もまだどっか近くにいると思うので索敵しておきましょう。発見できなければ空撃。新たに現れた第12艦隊に対し潜水艦と一緒に攻撃を仕掛けます。前期発進。空母がいないというのがまあ救いかな。で、上枠の方からは少しね、戦力が消耗してきてますが、第2艦隊の攻撃を行っておきましょう。で、また潜水艦がね、少し、消耗している部分がありましたので、寄港させて、補給の後、戦列に復帰してもらいます。では、上枠の基地航空隊。アメリカ軍の第2艦隊を空撃していきます。もうすでにハワイ攻略作戦は発動されてますからね。防衛戦はサクッとこなして、ハワイ攻略戦に全力を注ぎたい。で、今攻撃に押し寄せているアメリカ軍の艦隊、これラバウルの方面落ち着いたら、ラバウル上枠、両基地に航空隊を補充していきたいと思います。だいぶ消耗してきてますからね。問題は、上枠が、それまで、持ってるかどうか。場合によっては、アメリカ軍に、陸路で制圧される可能性があるので。では、ラバウルの基地航空隊。新しく出現したアメリカ軍の第12艦隊に対し空撃を行っていきます。攻撃機12機、喪失か。ケージュン・ブリックリン型、これを撃沈。そしたら、井上さんの艦隊、これ、今のうちに避難しといた方がいいかな。で、トラックで回復させましょう。お、潜水艦が、ケージュンを撃沈してくれてるね。ここだよね。99。マダンで敵を食い止められるかどうか、上枠に侵入されるかどうか、心配が尽きないですが。ではね、今回はハワイ攻略作戦、概要、ご説明させていただいた通りになりますけども、発動しています。次回はね、ラバウルの防衛戦と並行して、いよいよハワイ、攻撃薬戦を、実行フェーズに移していきたいというふうに思います。では今回はね、ここまでにさせていただいて、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。